この番組の舞台となるのはプレイランドキャッスル厚田店です。パチンコ960台、スロット646台、東海最大級の1606台、イオン厚田店のすぐ近く、笑顔が素敵な店員さんが元気いっぱいのお店です。皆様ぜひお越しください。赤オリュー、赤オリューになった、赤オリューになった、赤オリューです、赤オリュー、お願い、マジでこれで当たれば大丈夫。ジャジメントチャンス、ジャジメントチャンスなだけですか。赤オリューです、これ当たったらもう大丈夫。うわあ、導かれし、いや、どうすんのか、同じとこに入れるか、入れるでしょ、同じとこに入れるやろ。いや、絶対俺がこれ選ぶと思ってもうないよね。曲にあるでしょ、あるでしょ。よーし、よし、よーし、オッケー、入ったよ、もうオッケー、見事だ。いやー、分かったよ、自分のどこにいるか、まあ、だいぶ分かったよ。あ、よかった、 OK、 ゴールデンゲーム、行け、黄金の道を駆け抜けよ。何を狙うがいい。タク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 タ、 OK、さあここからね、とりあえず3万5500円なんで、まあ正直少なくても1000発だそう。本当だから単発じゃないこと。よし、勝ちました。ドラマチックやな、マジで。こいつよーし、余裕な感じになってきた。いいね、このクラシック音楽もいいよね。あおりゅう、オッケー、これで5000発いきます。スイスターどころじゃないよ、もっとでかいもんもらえるよ。5000発オーバーですよ。ただ追いついてないよね、課題らしいよ。早すぎるこのね、本当に途切れてないもん。お、あ、保留変化来たよ、早っ、13秒。そこ早いでしょう、そんなダメ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 、戻って1回転目で落ちるか。実は終わってなかった。最後の審判を下す、祈りを込めてボタンを押せ、祈りを込めてボタンを押します。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、なんと6118発獲得。いや、あのスロットの時よりは勝ち分が減ったんですけど、いやもうビッグドリーム打って当たるって、あの速さのあれを味わうだけで価値があります。今日はここで
終了です。めっちゃ楽しかったです。なんか他に欲しいものないかなって、だって完全にマイナスになると思ってて結構出たから。あ、ツイスターを取ろう。これツイスター、ドリフトカー取るかどうかやな。ドリフトカー取るかどうか、ドリフトカーちょっとやっぱ欲しいな。ツイスターとやっぱ取るか。取る。あー、でもあー、どうしようかな。なんか他のないから。ベルトはでも俺のサイズのサイズな。ブロニアパンおすすめです。取ります。ありがとうございます。じゃあブロニアパンおすすめだったらチーズ。いいね、チーズあるんだ。じゃあチーズ取ろう。チーズプレーン。あー、どうしようかな。あともう一個プレーン。これでいこう。これでいきます。余裕で、余裕でこれ取れるか。これにしよう。結果ピョーン。パチ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 。めっちゃいい顔してると思います。めっちゃいい顔してる理由は、めっちゃいいもの取りました。あのね、ドリフトカー、大量パンもありゃ、そしてツイスターゲームですよ。ツイスターゲームの思い出はね、僕高校の時にめっちゃ流行ってて、だいたいみんな向こう18歳からお酒飲みます。オーストラリアはね、みんな飲みながらやってましたね。それぐらいにしようかな。想像に任せます。ちょっと思い出した。ちょっとニヤニヤした。はい、やめよう。だからちょっとね、いろいろ取れて、結果で言うと35,500円使いました。結局スロットだけでそんなに使わなかったんですけど、最後の、ビッグドリームで、全部勝ち分がなくなってピンチとなったけど、無事に当たって6000発出たんで、総獲得が1583枚プラス6118玉です。なので、こんだけ取っても枚数のプラスです。いや、すごいいい結果となったんですけど、いい結果となったんですけど、ここでちょっと残念なお知らせがあります。今回のだけらかすするがなんと最終回でした。なので、まあ、気持ちよく勝つこともできて、あとこの、まあ、短い間だったと思うんですけど、このこちら、キャッスル厚田店の良さはたくさん伝えられたと思います。まあ、最初オキドキばっかり攻めてて、かなりいい動きもしてて、そこからいろんなところ攻め出して、まあ、ジャグラーコーナーもしっかり、30杯コーナーしっかり、そして人気機種のコーナーしっかり、そしてバラエティコーナーもしっかり、さらにパチンコもしっかり、遊びやすい店内の状況になっていると思うので、僕はね、今後こういう定期的に収録で来れないかもしれないんですけど、もう本当に僕は今後は、来ることまた僕はあると思います。非常にね、遊びやすい店さんなんで、ぜひ、来てない方は、僕はもうトムさんの収録がないんだったらじゃあどうかなっていうのじゃなくて、それでもぜひ一度来て、自分の目で確認してほしいと思います。で、まあ最後の最後に、さすがに罰ゲームはないよね。じゃじゃん、ゼロだった。これあえてゼロだったけど、実は1回なんですよ。だからキャスルの最終回って言っちゃったんで、僕あえて言わんていこうと思ったもん。最後の最後に、最後の最後にゼロって、最後の最後にゼロの方がいいでしょう。100の方が良かったかな。はい、では罰ゲームです。はい、じゃあ罰ゲーム何でしょう。今回は、はい、このずっとお世話になった、はい、キャッスル厚田店、はい、この中にすごく素敵なものが、うん、今まで紹介していなかったものがたっぷり、うん、たくさんあります。はい、それを5つもっとあると思いますけども、とりあえず5つ見つけて、うん、はい、紹介してください。わかりました。だからやっぱり僕全部見てるから、確かに触れてない場所あります。入ってすぐこれありますよ、マッサージチェー。まあ、これも含めマッサージチェーンもそうですけど、ここの広いスペース、休憩スペースが僕的にはかなり、要は実際番組で映ってないんですけど、結構ここに来てちょっとお茶買ってちょっとだけ座ったりとか、
展開いい時でも悪い時でもね。マッサージはもう使ってなかったんですけどね。理由は、196センチは規格外です。取り手はいつも紹介してるけど、ここの入り口にはなんとここ、霊像の、このコインロックあるんで、買い物した後とかね、スーパーに行って牛乳とか買ったりしてて、ここに入れれば大丈夫なんです。これでもあんまり見ないんで、すごく便利だと思います。やっぱりスーパーが近いんで、あとそっちあのデパートとかでっかいショッピングモールあるんで、こういうのは必要ですよね。まあ、これは2つ目になりますけど、3つ目はここです。テレフォンボックス。まあ、ここは使ってないんですが、ここですよ、携帯電話のボックスですよ。その防音、多少防音になってるから、僕中入りますよ。ここだったらホールにいるっていうのはね、バレないんです。あとちょっと大事な電話だと、やっぱりここでね、充電しながらできます。イメージこんな感じです。まあいつも紹介してるんですけど、このボロニアパンはね、実は本当にはもう一つ、いざという時すごく大事なものがあります。それはこちらにあります、 AED ね。いざという時にはこれは絶対もんでしょう。キャスル発電の紹介していなかった魅力ポイントが4つ目です。まあいつもじゃないけど、ちょいちょいお世話になってる場所なんですけど、 ATM です。いざという時、これもね、いざという時にすごく大事なもので、うわ天井まであとちょっとだけど、ちょっともないから、でも休憩取ってコンビニまでちょっと遠いんでっていうじゃなくて、店内にちゃんとあるので、これね、僕はもう2は5つ目の魅力ポイントとなります。これで5つ全て紹介しました。これで皆様ね、キャスル厚田店の魅力ポイントはしっかりと、僕が伝えたと思いますので、皆さんぜひ、ね、来店してみてください。